今回はハロウィンについていきますね。はい、ハロウィンなんですけど、仮装ってしたこと、まあ、なんていうんですか、仮装ってしたことありますか？仮装は一回だけしたことあります。何したんですか？あのゾンビメイクを。ああ今ね流行ってるでしょ、女の子があのなんていうんですか、ティッシュでやるんですって。そうティッシュで何やれ、ちょっと破いて、そう血のりみたいにそうしてするんですよね。はい、ほんでそれやってゾンビメイクして、うん、それで家でメイクして、ほんでどこ行ったんですか？でスーパーに行きました。うん、どこのスーパーですか？それはいいでしょ、名前。あ、いいんですか？いいですよ。ラポールに行って、ほんで何しにプリクラ撮りに行ったんですか？プリクラ撮りに行って、まあ、ちょっと買い物して帰りました。ほんでゾンビメイクしたと。ゾンビメイクしました、ハロウィンでね。でもラポール行くの大変でしょ、ゾンビの格好をして、恥ずかしいじゃないですか。あ、周りの目がね結構、まあまあでもハロウィンやからまあ許されるのもあるけどね。そうですね。ほんで、ハロウィンといえばね、メイクとか他したい仮装とかってあります？ああるんですけど、あります。僕はね、ゾンビしか思いつかんのですよ。言ったら男の人ってあんまりバリエーションなくて、そういうの分からんじゃないですか。メイクせんしまあメイクする人もいるでしょうけど。はい、バカにしてます？してないですよ。いや、一瞬ね、人のことをバカにされたんかなと思って確認作業したんですよ。あ、本当ですか？大丈夫ですね。大丈夫ですか？また大丈夫です。大丈夫ですか？で、なんかゾンビメイク以外にしたいことあります？マレフィセントしたいんですよ、私。え？何ですか？マレフィセント。マイルドセブン？マレフィセントです。それすいません、何ですか？白雪姫に毒リンゴを渡した女の人。へえ、まあよくわかりませんけど、悪い人ですね。いや、美人な、美人なんやけど、まあ悪い人ですね。悪い人ですね。で、まあその人になりたいって、なんでそんなこと思いついたんですか？この間、ディズニーランド行ったんですよ。なんかええとこ行きますね。ディズニーランド行って、その時にちょっとやっとる人がおっちゃって、そういう遊園地というかね、そういうとこに行ったらいろんな格好しますから恥ずかしないしね。そう、ほんでマリナとかして、マレフィセントをしとっちゃって、まあそれはなんかキャラクターなんですね、そのさっきの毒リンゴを渡す。あ、そうなんですよ。その人をやりたくて、その人やっとっちゃって、その人らはなんか普通に黒い服に黒いワンピース着てみたいな、ちょっとただの黒の服、やったんで、いや私やったらちゃんと服作るみたいな、作るというか、なんか似たようなやつを似たようなやつをすると、もうちょっとやるな。ほんでまあメイクもあるし髪型もあるんじゃないですか、それこそね、美容室ネタですけど。髪型どんなのですか？髪型はね、なんか角が生えてて一本ですか？二本あるんですよ、それが。へえ。鬼みたいな感じ、鬼っぽい感じ。二本の鬼ですね。ああ、二本の牛っぽい感じですね。あ、そうですね、クッとなってますね。曲がってるんですね。はい。へえ。でそれをなんかカツラでする予定なんですか？そうですね、髪の毛長いですけど、カツラかぶるかな。今度ね、顔は映さないんで、その頭の部分だけ映してもらえません？マリフィセントになった、はい、僕はね、その髪の毛やる人間ですけど、そんなん要しませんから、その角2本つけるなんて僕要しませんから、見たいんで、はい、参考画像、その髪の毛だけで見せてもらえません？ああ、今ですか？いや、違います、やってからネットではね、先ほど、まあ、実は見せてもらったんですけど、その実物というか、その映画ですか？はい、映画の誰でしたっけ、女優さんは？黒柳さんでしたっけ？アンジェリーナ・ジョリーです。アンジェリーナ・ジョリーさんですよね。その方がやってる、まあ美しいんですよね。すごい綺麗です。美しい、まあ小悪魔っぽいね。そうですよね。で、まあ今度な、参考にね、そのハロウィンやった時でもいいし、なかった時でもいいから、一回やってもらえません？ああ、もういいですか？で、その画像、やってこないでください。来られたら処理が大変だからね、頭皮の処理も大変だから、頭皮というか頭部の。はい、ぜひ。まあ、そういうことで、次回のお楽しみということで、
それの髪型を写真で見せてもらうということでいいですか。はい、あのハロウィンされた時に、はい、メイク込みで、メイクはその見せなくていいんで。わかりました。メイクはされたということにして、はい、いいですか。横顔でも、まあ隠した横顔でもいいからいいですか。はい、ぜひ見てください。はい、わかりました。みんな今回はハロウィンメイクについてね、はい、対談しました。はい、はい、でもありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。はい。